桜もも子は日本の漫画家、エッセイスト、作詞家、脚本家。また、自身の少女時代をモデルとした代表作のコミック、ちびマルコちゃんの主人公の名前でもある。静岡県清水市出身。身長159センチメートル。血液型 A 型。次男の母。代表作のコミック、ちびマルコちゃんの単行本の売り上げは累計3000万部を超える。また、 エッセイストとしても、独特の視点と語り口で人気が高く、初期エッセイ集3部作、桃の缶詰、猿の腰掛け、タイのお頭はいずれもミリオンセラーを記録。平成の清少納言と称されたこともある。愛称は、桃ちゃん。エッセイの反則用の帯などでは、チビマルコちゃんの、マルコと同一人物として扱われることもある。漫画は、下手馬とも評される。 素朴なタッチで描かれる場合が多い。これは、投稿時代にエッセイ漫画に舵を切った際、戦略として少女漫画のタッチから変更したことに起因している。なお、少女漫画風のタッチを用いることもあり、特に漫画版、一人相撲では多く用いられている。一方で、一時期の、チビマルコちゃん、コジコジの扉へは、絵画風の凝ったデザインで描かれた。これは、 桜が敬愛するシンガポール生まれの絵本作家エロールルカインに影響を受けたものである。初期はエッセイ漫画を軸に描いていたが、徐々にブラックユーモアな作風も取り入れていった。後年から晩年にかけて発表した四コマチビマルコちゃん、チビシカクちゃんではその傾向が強く、読者の評価もはっきり割れる形となった。桜と交友のあった小田栄一郎は、 らさんは少し意地悪な笑いが大好き。人が持っているムズが、ゆい部分をつつく。これができるのは、人間が大好きで鋭く見ていて、正直な人。と彼女の没後に語っている。エッセイも含めて、霊霊って一体、あたしゃ情けないよなど、自虐的なフレーズもよく用いている。エッセイでは、家族や親しい友人相手でも、歯にいい、着せぬものいいで綴っているほか、 初期のエッセイでは独特の比喩表現も多く用いている。祖父の死を扱ったメルヘン・オキナを青春と読書で発表した後に批判が寄せられた際、私は自分の感想や事実に基づいた出来事を馬鹿らしくでォルメすることはあるが美化して書く技術は持っていない。それを嫌う人がいても仕方ないし、ついてくれる人がいるのもありがたいことである。と実調で述べている。 2000年代以降のエッセイは過去の体験談よりも直近の体験や仕事を元にしたものが主流となったほか、絵日記形式の割合も増えていったペンネームの由来は花の桜と桃から敬意は高校3年生の夏に漫才師か落語家を目指そうと考えていた時期に同時に芸名も考えていたことによる 自身の好きな花から候補を挙げ、最終的に残った、すみれ、桜、桃の中から、桜と桃をつないで、桜桃子とした。後に、漫画の投稿活動を再開した時から、このペンネームを使用している。すみれは、後に、ちびまるこちゃんでの母親の名前に使用している。漫画家の夢については、高校3年生の夏に、 親友の玉ちゃんに明かすまでは誰にも語っていなかったが、一部の教師や友人にはそれ以前に気づかれていた。また、最終的にはエッセイストになりたい、という夢を、中学、高校以降の友人には明かしていた。デビュー以降の自画像は、デビュー当初はおかっぱ頭、もしくは丸コそっくりな姿で描かれていた。チビマルコちゃん私の好きな歌の、制作レポートでは二つ結びに、変化。 1993年頃からは顔と前髪は丸子と同一、髪型は三つ編みで定着するようになった。小学校時代はチビ丸子ちゃんで描かれていたように怠け者かつ勉強に真面目に取り組まなかったことからしょっちゅう母親に怒られていたという。怒られること自体への煩わしさは感じていたが、作者曰く、 居眠りで他人に迷惑をかけているわけではない。万引きや家庭内暴力みたいに人や物を傷つけたりはしてないので怒られる筋合いはないと反省はしなかったと語っている。17歳までは怠け者な生活習慣が治らず母親に苦労して産んだのにと泣かれたこともある。一方で漫画、アニメで怠け者だった。 過去の自分を描いているため、息子が怠けていてもきつくしかれなくなった、とも、自長で述べている。課外活動は、小学校では、ソロバン塾、中学校では、学習塾に通っていたが、いずれも先生が怖くて苦痛だったと語っている。塾とは別に、小学校では、バトントワリングの教室や、部活動にも参加していた。姉とは、幼少期は、 ちびまるこちゃんなどで描かれているように喧嘩が絶えず、母親を困らせていたという。成人後は、姉の役年に姉妹始まって、以来の大喧嘩をして2年間絶縁状態に陥ったが、その後関係を持ち直したほか、2002年には姉妹共同でゲームソフトの制作にも携わった。姉も絵が好きだったこともあり、短大時代に高額な絵画を購入して親から、咎められた際、 姉がかばってくれたこともある、と、実著で述べている。同級生として、元サッカー、日本代表で現 FC 東京の監督である、長谷川健太や、放送作家の平岡秀明がいる。浜地のモデルとなった、浜崎則りが自伝を出版した際には、桜が表紙のイラストを書き下ろした。浜崎によると、小学生時代はかなり内気な性格であり、 粉見た前のモデルとなった友人の方がより、マルコに近いキャラクターだったと語っている。桜自身も、実著において、自身を内向的な性格で、鼻のないタイプであったと評している。前述の長谷川健太も桜の小学生時代のことを覚えていないと語っている。子供の頃、青島幸雄みたいに偉くなりたい。歌を作りたいと言ったが、父親に、青島幸雄は、 国会議員だ、無理に決まっていると一周された。その桜がチンタを目標とし大人になって作詞した歌が踊るポンポコリンである。また、学生時代、春風亭小朝に弟子入りしようとしたこともある。仮面ライダーで一文字早とイコール仮面ライダー二号を演じた佐々木剛のファンだった。一文字のカード欲しさに仮面ライダースナックを買ったこともある。 中高生時代は、ドカ弁に傾倒しており、中でも、里中里氏の大ファンであった。当時、単行本の購入費を苦面するために、親戚から送られた、ベルサイユのバラの単行本を勝手に売りさばいてしまい、家庭内で問題になったほか、前述の怠け癖に起こった母親に単行本を窓から投げ捨てられ、泣きながら回収する羽目になったとも、自長で述べている。 西条秀樹のファンで、ちびまる子ちゃんの作中では、まる子のお姉ちゃんがファンという設定で何度か登場させており、また西条は1991年から1992年にかけて使われたエンディングテーマ曲、走れ正直者の歌唱も担当していた。2018年5月に西条が死去した際には、桜は自身のブログで追悼のコメントを述べた。高校時代に、 アマチュア無線技師の免許を取得しており、アマチュア無線化の月刊誌、CQ ハムラジオ1998年1月号の表紙では、チビマルコちゃんのイラストを寄稿したこともある。自伝的エッセイの一人相撲によると、桜は高校に入学して、復活を決める際に、なるべく早く家に帰りたいという理由で最も楽しそうな物理部を、 選んだが、この物理部では、アマチュア無線の免許を取得することが義務付けられており、そのために彼女は1回2時間、週2回の講習会へ2ヶ月間通わなければならず、それについて非常に煩わしい思いをしたと語っている。健康の研究を日々行い、飲料療法や茶葉による水虫治療などを多くの民間療法を実践していた。30代の時には、 桃子の面白健康手帳と題するエッセイ本を出版したこともある。その一方で、ヘビースモーカーでもあり、実著では、私は大の愛炎家だ。朝起きてまずタバコを吸い、昼間から夕方まで仕事をしている間もずっと吸い、夜眠る直前までタバコを吸う。タバコが健康をもたらしてくれる。タバコをガンガンに吸っているからこそ、吸っていない人の20倍は健康に気をつける。 タバコは私に健康の大切さを考えさせ、吸うからにはまず健康を確保しろということに気づかせてくれたなどと語っていた。また、生前に交流があった和田明子は没後に自身を上回る主語だったと語っている。桜自身は父と祖父が主語だったのを見て育っており、その影響で酒に興味を持つようになったと述べている。妊娠時において、 一別体験のような経験を辞書に残している。少女時代から作文が得意で、短大の模擬試験の作文課題では採点者から、清少納言が現代に来て書いたようだと評価されるほどであった。このことがエッセイ漫画へと舵事を切るきっかけの一つとなった。投稿時代は何度も編集側からストーリーギャグ漫画への路線変更を提言されていたが、 無視して、エッセイ漫画での勝負を続けた。最終的には、編集側も俺、エッセイ漫画でのデビューを認めた。桜の書籍の想定を、多数手掛けたデザイナーの祖父江誠は、彼女の没後のインタビューにおいて、マルコがそのまま大人になったような人物、面倒くさがりと評していた。祖父江曰く、楽しいことにはノリノリだが、義務っぽい雰囲気が出ると、すぐ消極的になるとのことで、 彼女を乗り気にさせるための作戦を考えるのが大変であり、一方で楽しみでもあったと語っている。宝石賞の岡本賢章が記した宝石の常識を読んで以降、宝石に興味を持つようになり、彼を頼って宝石の収集を行ったこともある。その時の経験をもとに、桃子の宝石物語、桃子の面白宝石手帳を出版している。浜地と あだ名される人物とは、同級生の浜崎のりたかだけでなく、モデルの浜島直子とも接点がある。浜島直子とは、桃子タイムズの仕事で同行したこともある。この時、桜プロダクションのスタッフが浜崎のりたかと勘違いして、少し混乱したという。表記は、ジャケットデザインを担当。1992年 NHK ドラマ、桜屋の人々桃子役。 チビマルコちゃん関連作品で演じた人物、ありがとうございます。